はい、ではイフリートとゴーレムの覚醒3が終わったので召喚呪ボードを見ていくのと、あとはチケットの召喚をしていきたいと思います。まあ、まずイフリートはまあこんな形ですね。 HP が1259、まあ、レベル88なんですけれども、かなり高くなってきましたね。攻撃も123、フェンリル80と比べるとまあ HP400 ぐらい高くて、攻撃も30ぐらい高くなってますね。運とかも16上がってますね。あ、16高いですね。でこちらビクトラとかに私つけてるんですけれども、一つ攻撃アップの方をまあ解放していってるんですけれども、で解放したらまあ非属性アビリティ攻撃アップとかが上がっていくのがちょっと分かってたんですけれども、まあ使わないかなとは思っ、まあこのボードは使わないんですけれども、追加された、まあ、ただ光属性、あ、氷属性キラーとかをちょっと上げてきたんですよね。なのでちょっと解放してステータス上げて、アビリティボードも追加された部分ではなくて、こういった射撃耐性とかクリティカル発生とかを上げました。で今後レベルアップしてもまあまだボードがクリティカル発生とか射撃耐性、水耐性が残ってるので、まあ使わない追加された部分ではないところを上げていこうと思っています。でこちらゴーレムですね。まあ覚醒まだこれからなんですけれども、まあ意外とあっさり、まあ強敵のまま行けばまあ大体覚醒に必要なものは全て取れてしまうかなってとこですね。でこれまあ今 SP が1しかなくて、強化もしていきたいと思うんですけれども、まあこれだけ素材があって71までしか上がらないですね。なので魔石がレベル99までするのはかなり大変かなっていう感じですね。まあ極めが153あって、大が265あるんですけれども、これぐらいなもんですね。レベル44上げると SP が72追加ですね。まあこの時点でも HP かなりありますね。まあどっちにしろ覚醒してしまうので、71の時点でこれぐらいですね。まあやはりどちらにしろかなり強くなりますよね。で召喚獣育成ボードが、まあ、アグリアスとかモントにつけたりしてるんですけれども、まあ、防御アップとか、まあ、持っていってって感じですね。あとはもうあまりいいボードがなかったので土耐性とか上げてるんですけれども、まあここから何上げていくかですね。まああまり今一つも少ないんですかね。まあこれからどっちにしろ順々にまた一つが必要になって、まあ一つのキャラが出てくると思うんですけれども、まあ耐性系で言うと、まあ土耐性とか、まあ一つ耐性とかですかね。ちょっと攻撃上げたくなってきてれば、まあ一キラーとかおすすめですかね。まあクリティカル回避率はどうなんですかね。まあ大きいんでしょうけれども、なかなかどのくらい回避してくれるのかと、効果がちょっと私はまだ把握できてないので、ちょっと上げづらいですね。まあちょっとボードをこれどれ上げていくかは後で考えたいと思います。まあこんな感じですね。
まあ、どちらにしろ、まあ、今使ってある召喚獣であれば覚醒さんは素材を気にせずやった方がいいのかなと個人的には思っています。まあ、また配布もあると思いますし、まあ、やっぱり今使ってるものを強くしていくっていうのが、まあ、一番いいのかな。まあ、旬でまだ使わないで取っとく人とかもいると思うので差をつけられるのかなと思っています。では召喚もやっていきたいと思います。で、一応こちら無料召喚溜まってる分があって UR 1枠確定、こちらをやっていきたいと思います。おー、これは1番目がかけらというかあれが来るタイプですかね。あー、ラムーですね。なんかビジョンカードももうレベル、まあ、マックスまでいけば違うアビリティも追加されるので、ちょっとビジョンカードも頑張らないとなっていう感じですよね。まあ嬉しいですね。ではこちら5連からやっていきたいと思います。まあ、UR 一枠確定ですね。まあ、最後ビジョンカード、まあ、これはねもう先が EX みたいにないので貫突してるものはいらないっていう感じですよね。まあ、これはまだ貫突してないので良かったですね。一つ攻撃アップですね。ただこれ一つだとね、やはりできれば一つパーティーにしたくなってちゃうんですけど、なかなか一つパーティーは難しいですよね。まあ属性パーティーが今流行ってるのでそちらっていう感じですかね今は。まあ、そのうち一つね揃えられれば、まあイベントとかで一つ体制に弱いやつが来れば、まあ一つパーティーとか組むのも面白いんでしょうけれども、最後が変わるか変わらないか、変わらずですね。まあ、さっきもこのビジョンカードを見た気がしますね。まあこの何もないところでもね、やっぱ14連ぐらいしたら1つぐらいは UR 引きたいかなっていう。確率ですけれども。また出ましたね。お、UR になりました。おお、綾香ですね。まあ全然集まってないですけれども、まあ UR になってくれて嬉しいですね。こちらは UR 一枠確定ですね。まあ、なので演出はちょっと飛ばしちゃって、まあ一番下が UR に変わるか。お、変わってくれましたね。おー、偽りの仮面。最後は、あ、アイリンですね。まあ EX ジョブ化も来てて、まあ全然凸は進んでないですけれども、
しいんですね。おお、最後以外はオールブルーでしたね。ユニットもやっぱり先を考えると氷属性の、まあ、ビクトラとかの支柱が欲しいかなっていう感じですかね。あとはそうですね、その辺がメディエナ、まあこれは完全にもう120までしてるので、まあソウルメダルが手に入るだけですね。まあこの辺が難しいところですよね。前と一緒で貫突、以前の貫突99で、まあ今は貫突120っていうんですかね、いってるとなんかちょっともったいない気がしますよね。まあ、ただこれ支柱が溜まっていくんですよね。今溜まっていましたけど、まあレベル120以降もっていう可能性はありますよね。まあただ一巡するまでなんでかなり先のお話になるとは思うんですけれども、はい、以上です。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。ではご視聴ありがとうございました。召喚獣はもし自分が使っているものがあれば、覚醒さんできるのがあればするのもいいんじゃないのかなと思っています。